めまして、皆さん。バーチャル、ボードゲーム好き、YouTuber の、テトランパトルです。活動方針としては、いろいろなボードゲームの楽しさや面白さを皆さんと一緒に体験したり伝えていければなぁと思っています。宝石商になりたいかー。このゲームの目的は、他のプレイヤーよりも早く15点の名声を獲得することです。日本語でお化けキャッチと呼ばれるゲームの解説プレイをしていこうと思います。このゲームは中央のカードをめくり、そのカードが示す条件に一致する物品を誰よりも早く確保するゲームです。いやー、ついに施行されましたね、ミサイル交通法。あれ、今空の向こうが光ったような、流れ星かな。あ、そういうこと。緊急特番、バーチャル若作り、その実態を追え。さっきのゾンビさんのような方は自由すぎると思いますが。え、何この音楽は。うわ、うわー。6。8、9、10。よし。今回はプレイステーションより牧場経営的ボードゲーム、ウマポリーの実況プレイをしていこうと思います。さあ、チャンスカード、グエー。あ、やった、見知らぬ人から1400万もらえました。いや、不気味ですが、ですがっていうか、普通に警察に持ってきましょうよ。今回は、プレイステーションより、ジパング島、運命はサイコロが決める、というゲームをプレイしていこうと思います。あ、出ました、1ゾロ1ゾロが出たので、イベントが発生しまーす。大開拓が行われ、すべての荒れ地が開拓されました。あ、いいイベントですね。皆さん、コンパトー。23時になりました。おやすみナイトキャスト、第1回放送を始めたいと思います。よろしくお願いします。あー、そうですね。ラーメン、つけ麺、僕イケメンってやつですね。古いですね、それもね。1分で VTuber 紹介してみた。今回紹介するのは、情報生命体 VTuber の猪代さんです。編曲や作曲、お絵かきに言葉遊び、そして TRPG などアナログゲームにその他ゲーム配信と、活動が多芸かつ多岐にわたるところが猪代さんの大きな特徴と言えるでしょう。このような形でバーチャル YouTuber さんの紹介の方をさせていただこうと思っています。興味を持っていただける方は、これ以降 Twitter でハッシュタグ
1分で VTuber 紹介してみたを追っていただけると、これ以降も紹介動画をどんどん出していきたいと考えています。そしてもう一つご報告、今回の達成を記念して僕も外見をリファインすることにいたしました。もうすでに準備はしてありますので、ちょっと着替えてきますね。よいしょ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 っと、はーい、お待たせしました。ボードゲームデカスロン第1回ということでですね、ボードゲームで遊ぼうという企画として、ボードゲームデカスロンやらせていただこうと思います。よろしくお願いします。とチラチラと見せさせていただきましょう。このカードは覗かれましたね。なるほど、すごいエッチなカードでした。さすが、さすがトイレですね。トイレ関係あるそれ。嘘だろ。さすがトイレですね。そういう感じなのですか。いや違います、違います。こういうトイレ、なんかエッチとか言い出すだけ。やっぱりね、そういう時間じゃないですよまだ。しゃがんだらよ、しゃがんだら避けられる。マジ？この地球はもっと早く知りたかった。しゃがんだら避けられる、あのレーザー。あー、しまった。お、倒したー！やったー！よーし！よし、よし、よし、よし。今回はハートオブクラウンというボードゲームの紹介をプレイ風景を交えて行っていきます。今回は擁立した瞬間に継承点が6点得られるルルナサイカ姫を選びました。ここはどこ？夢の中。今回は迷い込んだ夢の世界から脱出するボードゲームオニリムの紹介をしていきます。ついにナイトメアカードを引いてしまいましたね。ナイトメアカードを引くと、このカードの除去のために何らかのペナルティを受けなくてはいけません。僕もラップで自己紹介をしてみようと思います。ラップで紹介とっても難題、それをごまかす僕は盆栽、別に特技もありはしないさ、それでも好きだよ万丈遊戯、試してみてくれ僕の勇気。惜しいか。え？力が惜しいか。この声は一体？私が、そう、つまり僕が、僕たちがサンタクロースだったんだよ。なんだって？おっと、それは聞いてないぞ。虫ゼット、あ、岩ゼットか。あ、これは大丈夫か。パイプイッチ岩ゼットを半減でジャラランガが受け切れるかどうか。よし、一段階 B 下がってるからな。いけた、ガッサン。3発できるぞ。あー、そこかー。